こんにちは、柴田です。今日はギブソンレスポールのスタンダードとスタジオを比較していきたいと思います。今回比較していくのがこちらですね。レスポールのスタジオ、色もかっこいいですね。これね、珍しくてプロトタイプなんですよね。ここにですね、プロトタイプっていう刻印がされております。かなり珍しいものだと思います。で、レスポールスタンダードはこちらですね。これは2019年のモデルになります。まず最近のやつですね。この2本を比較していきたいと思います。値段だけ見るとですね、スタンダードとスタジオって半分ぐらいです。半額以下でスタジオが買えるような感じですね。これ僕の2019年のモデルで、まあ、32、3万ぐらいな感じで、スタジオは14万ぐらいですもんね。半額以下で買えるというところで、何がどういう風に違うのかっていうのをですね、見ていきたいんですけれども、まずはスペックのところがどういう風に違うかっていうのと、あと弾き心地であったり音であったりとか、まあ、僕が感じたことをお伝えできたらいいなと思います。もしこのレスポールスタジオがスタンダードと同等レベルのサウンドだったり弾き心地であったりとかスペックだったとしたら、かなりコスパがいいということになりますので、まあ、検証次第ではですね、スタジオの方が断然いいんじゃないかっていう風なことになったりするかもしれないですね。では早速スタジオから見ていきましょう。こちらですね。色もめっちゃかっこいいですね。まずここから見ていきますか。ちょっとロゴを見てください。うん、こんな感じになっております。そして以前ね、ドットの陰影のイメージがあったんですけど、今こんな感じなのかな。そしてバインディング見ていきましょう。横、まあ USA あるあるなんですけども、結構ねバリがあるっていうのは USA あるあるでよく言われますね。うん、非常に綺麗な作りだと思います。そしてセットネック、結構ねここね境目が分かりやすい感じになっておりまして、でボディはですね、メイプルトップ、マホガニーバッグ、これはスタンダードと一緒ですね。木も綺麗です。非常に綺麗な木目ですね。そしてノブがこの形です。スピードノブですね。うん、そしてペグはグローバーというところで安定感抜群ですね。というふうな感じのスペックになっております。そしてレスポールスタンダード、まずですねロゴから見ていきましょう。ここにですね貝が入ってるんですよ。なのでキラキラ。スタジオはこの貝が入ってないですね。でレスポールスタンダードと、そしてインレイ、綺麗なインレイです。横、バインディング、これがですね大きな違いがあります。ご覧ください。これバリが引っかからないようにフレットの横にもバインディングが一個一個ついてるんです。なので本当に滑らかですね。この一個一個超綺麗にフレットにドンピシャでハマってるっていう感じですね。そしてボディの横にもバインディングが入っております。の綺麗な木目ですね。でボディはスタジオと同じくマホガニーバッグのメイプルトップと、メイプルトップも非常に綺麗です。でハットですね、ハット型のノブになってます。これがまあスタンダードのベーシックな形ですね。あとペグですね。これはね、2019年モデルなんで、ロック式、グローバーのロック式になっております。で、そして、ピックアップなんですけれども、スタジオは通常490と498かなが載ってるんですが、今回のプロトタイプはですね、改造してあるので、ギブソンのゴーラナクラシックが載ってます。
して、これは特にいじってないんで、バーストバッカーですね。引いた感じでですね、大きな違いは、やはり、ここのバインディングの差。ここのバリが、やっぱり若干ですね、粗さがあるんですよ。さすが USA。まあそこが USA のいいところでもあるんですけれども、ここがね、しっかりとスタンダードは作られております。そしてネックなんですけれども、このレスポールスタジオは通常のスタンダードよりは細めになっております。ただですね、今僕が持っているこの2019年のモデルはスタンダードなんですけれども通常のスタンダードよりも細くなっていて、でしかも非対称になってるんですよね。これ非対称になることによってハイフレットをもっとこう引きやすくなると、手がですねしっかり馴染むというところでいろんな工夫がされています。やっぱりネックの引き心地という面でもやっぱりスタンダードの方が上回ってるなというふうな感じはします。まあ、引き心地やスペックという面ではこのレスポールスタンダードの方がやはり上回ってるなという感じがするんですけれども、まあルックス的なところはですね、このノブであったりとか、まあそういったところはそれぞれの好みかなというふうな感じがしますね。そしてこの後はですね、いよいよ音です。音を比較していきたいと思います。今回はですね、クリーン、クランチ、ハイゲイン、この3色で弾き比べをしていきたいと思います。